<君>自由民主党の松本洋平です。冒頭、新型コロナウイルスによって亡くなられた皆様のご冥福を心からお祈りを申し上げますとともに、この国難に立ち向かっているすべての皆さんに感謝と敬意を表したいと思います。さて、二度目の緊急事態宣言発令以降、政府の方針に自治体や各事業者、国民の皆様のご協力をいただき、感染者数の減少や病床使用率の低減など、状況は改善しています。 一方、誰もが一日も早く普段の日常を取り戻したい、そのように願う中、宣言の再延長を首都圏の1都3県でせざるを得なくなったことは、大変に残念なことであります。今回の宣言延長によって、国民の皆様には不自由な生活を、事業者の皆様にはさらなる協力をお願いすることになります。国民の理解と協力なくして、緊急事態宣言を実行あるものにすることはできない、そうした観点から、以下一括して質問をいたします。 1>, 1点目、1月7日の衆議院の議員運営委員会におきまして、西村大臣はさまざまな指標がある中、一例として東京都は新規感染者数が500人を下回ることを解除の一つの目安として示されました。今回、さらなる再延長を決断した理由は何でしょうか。また、2週間の延長とする根拠は一体何なのか、確認をいたします。2点目、緊急事態宣言が解除後のリバウンドを懸念する声があります。 宣言解除後を見据えて、リバウンド対策が必要と考えますが、どのような対応を行うのでしょうか。特に今回の延長において、医療体制の逼迫が続いていることが大きな要因となっていると理解していますが、どのように医療体制の確保に向けた取り組みを行うのでしょうか、これまでの実績を含めて確認をいたします。3点目 これまでの緊急事態宣言によって、事業者は大変厳しい状況に置かれていますが、さらなる宣言の延長は、これに追い打ちをかけることになります。また、緊急事態宣言による経済への影響は、地域的にも、時間的にも広く長く影響が出てまいります。そうした観点に加えまして、支援策につきましては、2月の新型インフル等対策特別措置法等の一部を改正する法律の付帯決議におきまして、経営への影響の度合いなどを勘案し、 公平性の観点や円滑な執行などが行われることに配慮し、要請に十分な理解が得られるようにするため、必要な支援となるよう努めることとされております。これらを踏まえました支援策の検討状況を確認いたします。4点目 当初、2月7日までであった緊急事態宣言が3月7日まで延長され、そしてこのたび再延長することになりました。改めて緊急事態宣言の解除につきまして、どのように考えているのか確認をいたします。以上、4点について答弁願います国務大臣、西村康俊君。お答え申し上げます。えー、緊急事態宣言の解除の要件につきましてでありますけれども、あの基本的には、専門家の皆さんのお示しをされている指標というものがございまして、 それに基づいてステージ3相当のおになっているかどうかということの判断になるわけでありますが、6つの指標がございます。そのうちの1つが、私が言及いたしました感染者数でありまして、 10万人当たり1週間で25人ということであります。これを東京都の人口に当てはめますと、約500人の水準と、これを切ることが一つの目安として示されているところであります。ただ、この指標で500人切ったからといって、直ちに解除するわけではございませんで、他の指標、特に病床の逼迫する他の指標も合わせて、総合的に判断することとしております。 そしてこの1都3県を見てみますと、ステージ三全体としてステージ3相当以下とはなってきてはいるんですけれども、病床において千葉県や埼玉県など、ぎりぎり50トという目安を切ってきた、切っている状況もあります。こうしたことも踏まえて、この2週間で対策を徹底することで、そしてステージ3以下、 あ3等あることを確実なものとするそして病床を安定的に確保して使用率を下げていくということを見極める必要があるというふうに考えたところであります病床使用率は感染者の数から遅れて増えるときは遅れて増えますし減るときも遅れて減りますので私どものデータ分析によれば二週間でこれは可能になるものというふうに考えているところでございますそして医療提供体制御指摘の通りこの二週間 で改善をしていくと同時に、その後の再拡大への備えも必要でありますし、リバウンド対策、これはあのモニタリング検査とか、深掘りでどこに感染源があるのか、こういった調査の調整を、それぞれの都県と進めたいと思っておりますし、併せてご指摘のように、病床についてはですね、 最大1950万円の補助も活用して、厚労省と都,都県において調整をしながら病床の確保を努めてきたところでありまして、具体的には東京都や埼玉県で病床を増やし、全体として病床使用率の改善につながっているところであります。ままた支援策につきましては 協力金最大月額換算180万円、あるいは雇用調整助成金、パートアルバイトも含めて、1人月額最大33万円、これらによってです、ね、規模に応じた支援となって、一定程度なってきているところでありますし、かなりの部分もカバーしてきていると考えておりますが、えー 経営の影響の度合いを勘案して、検討するようにということで、付帯決議もいただいておりますので、私ども今般、先日、緊急事態宣言措置から除外された地域において、21時までの時短ということで、基本的には1日当たり4万円ということで計算をしますが、その総額の範囲で、 この協力金の額を上に上げてもいい、6万円とかにしてもいいと、7万円にしてもいいと、また下に一部は2万円としてもいいということで、柔軟に変えれる仕組みを導入したところでありますけれども、今のところ、解除した2府4県すべてにおいて、一律4万円と、これは事務手続きの簡素化の観点からそうしているようであります。このうち大阪市だけですね 独自の上乗せ措置として、協力金の上乗せを行っておりまして、月額最大210万円までの支援となっているところであります。いずれにしましても、付帯決議を踏まえて、アメリカやドイツの仕組みなども研究しながら、引き続き検討を急ぎたいと思っております。最後に、この度今回、まさに国民の皆様にさらに引き続きのご不便をおかけする、一都三県の皆様にはご不便をおかけするわけでありますけれども、ぜひともこれでなんとか解除できるようにですね。 感染防止策を徹底をしながら、えー、私ども、8時の時間短縮の働きかけ、呼びかけ、これも徹底して連携してやっていければと思っておりますし、また病床の確保もし指摘のような、えー、支援策を通じてです、ね、しっかりと確保して、この2週間で解除できるように、ステージ3を確実なものとするように全力を挙げて連携して取り組んでいきたいというふうに考えております松本洋平君、時間となりましたので終わります。 次に原口